たぶんそれは一種の精神病ででもあったのでしょうサ田三郎はどんな遊びもどんな職業も何をやってみても一向この世が面白くないのでした学校を出てからその学校とても 一年に何日と感情のできるほどしか出席しなかったのですが、彼にできそうな職業は片っ端からやってみたのです。けれど、これこそ一生を捧げるに足ると思うようなものには、まだ一つも出くわさないのです。おそらく、彼を満足させる職業などは、 このの世に存在ししないのかもしれません。長くて一年短いのは一月くらいで彼は職業から職業へと転々しましたそしてとうとう見切りをつけたのか今ではもう次の職業を探すでもなく文字通り何もしないで面白くもない その日その日を送っているのでした遊びの方もその通りでしたかるた玉突きテニス水泳山登り碁将棋 さては各種の賭博に至るまでとてもここには書ききれないほどの遊戯という遊戯は一つ残らず娯楽百科全書というような本まで買い込んで探しまわっては試みたのですが職業同様これはというものもなく彼はいつも失望させられていました。 だがこの世には女と酒というどんな人間だって一生涯飽きることのない素晴らしい快楽があるではないか諸君はきっとそうおっしゃるでしょうねところが我が郷田三郎は不思議とその二つのものに対しても興味を感じないのでした 酒は体質に適しないのか、一滴も飲みませんし、女の方は、無論、その欲望がないわけではなく、相当遊びなどもやっているのですが、そうかといって、これあるがために生きがいを感じるというほどには、どうしても思えないのです。こんな。 面白くない世の中に生きながらえているよりはいっそ死んでしまった方がましだ。ともすれば彼はそんなことを考えましたしかし彼にも生命を惜しむ本能だけは備わっていたと見えて25歳の今日が日まで死ぬ死ぬと言いながら つい死にきれずに生きながらえているのでした親元から月々いくらかの仕送りを受けることのできる彼は職業を離れても別に生活には困らないのです一つはそういう安心が彼をこんな気ままものにしてしまったのかもしれません そこで彼はその仕送り金によってせめていくらかでも面白く暮らすことに不信しました例えば職業や遊戯と同じように頻繁に宿所を変えて歩くことなどもその一つでした彼は少し大げさに言えば東京中の下宿屋を 一見残らず知っていましたひとつきも半つきもいるとすぐに次の別の下宿屋へと住みえるのですむろんその間には放浪者のように旅をして歩いたこともありますあるいはまた千人のように山奥へ引っ込んでみたこともありますでも都会に住み慣れた彼には とても寂しい田舎に長くいることはできませんちょっと旅に出たかと思うといつの間にか都会の明かりに雑踏に引き寄せられるように彼は東京へ帰ってくるのでしたそしてその旅ごとに下宿を変えたことは言うまでもありませんさて 彼が今度映ったうちは東映館という新築したばかりのまだ壁に湿り気のあるようなまっさらな下宿屋でしたがここで彼は一つ素晴らしい楽しみを発見しましたそしてこの一編の物語はその彼の新発見に関連したある殺人事件を主題とするのですが お話をその方に進める前に主人公の郷田三郎が素人探偵の明智小五郎この名前は多分ご承知のことと思います明智小五郎と知り合いになり今まで一向気づかないでいた犯罪という事柄に新しい興味を覚えるようになった戦いきさつについて 少しばかりお話ししておかねばなりません二人が知り合いになったきっかけはあるカフェで彼らが偶然一緒になりその時同伴していた三郎の友達が明智を知っていて紹介したことからでしたが三郎はその時明智の聡明らしい要望や 話っぷりや身のこなしなどにすっかり引きつけられてしまってそれからしばしば彼を訪ねるようになりまた時には彼の方からも三郎の下宿へ遊びにやってくるような仲になったのです明智の方ではひょっとしたら三郎の病的な性格に一種の研究材料として 興味を見いだしていたのかもしれませんが三郎は明智からさまざまな魅力に富んだ犯罪団を聞くことをたいはなく喜んでいるのでした同僚を殺害してその死体を実験室のかまどで灰にしてしまおうとした ウェブスター博士の話数カ国の言葉に通行し言語学上の大発見までした友人エアラムの殺人罪いわゆる保険まで同時に優れた文芸評論家であったウェーン・ライトの話小児の電肉を煎じて養父のライ病 ハンセンセ病を治そうとした野口修郎の話さてはあまたの女を女房にしては殺していったいわゆるブルーベアドのランドルーだとかアームストロングなどの残虐な犯罪団それらが退屈しきっていた合田三郎をどんなに喜ばせたことでしょう 明智の雄弁な話ぶりを聞いていますとそれらの犯罪物語はまるでけばけばしい極彩色の絵巻物のように底知れぬ魅力を持って三郎の眼前にまざまざと浮かんでくるのでした明智を知ってから二三か月というものは 三郎はほとんどこの世の味気なさを忘れたかと見えました彼はさまざまな犯罪に関する書物を買い込んで毎日毎日それに読みふけるのでしたそれらの書物の中にはエドガー・アラン・ポーだとかホフマンだとかあるいはガボリオだとかボア・ゴベだとか その他いろいろな探偵小説なども混じっていましたああ世の中にはまだこんなおもしろいことがあったのか彼は書物の最終ページを閉じるたびごとにほっとため息をつきながらそう思うのでしたそしてできることなら自分も それらの犯罪物語の主人公のような目覚ましいけばけばしい遊戯をやってみたいものだと大それたことまで考えるようになりましたしかしいかな三郎もさすがに法律上の罪人になることだけはどう考えても嫌でした彼はまだ、 両親や兄弟や親戚知キなどの悲嘆や侮辱を無視してまで楽しみにふける勇気はないのです。それらの書物によりますと、どのような巧妙な犯罪でも必ずどっかに破綻があって、それが犯罪発覚の糸口になり、一生涯警察の目を逃れているということは、ごくわずかの例外を除いては、全く、 不可能なように見えます。彼にはただそれが恐ろしいのでした。彼の不幸は世の中のすべての事柄に興味を感じないで、こともあろうに犯罪にだけ言い知れぬ魅力を覚えることでした。そして、 一層の不幸は発覚を恐れるためにその犯罪を行い得ないことでしたそこで彼は一通り手に入るだけの書物を読んでしまうと今度は犯罪のまね事を始めましたまね事ですから無論処罰を恐れる必要はないのです それは例えばこんなことを彼はもうとっくに飽き果てていたあの浅草に再び興味を覚えるようになりましたおもちゃ箱をぶちまけてその上からいろいろのあくどい絵の具を垂らしかけたような浅草の遊園地は犯罪志向者にとっては なき舞台でした。彼はそこへ出かけては活動小屋と活動小屋の間の人一人ようやく通れるくらいの細い暗い路地や共同便所の後ろなどにある浅草にもこんな余裕があるのかと思われるような妙にがらんとした空き地を好んでさまよいましたそして犯罪者が 同類と通信するためででもあるかのように、白木でその辺の壁に矢の印を書いて回ったり、金持ちらしい通行人を見かけると、自分がすりにでもなった気で、どこまでもどこまでもそのあとを尾行してみたり、妙な暗号文を書いた紙切れを、それにはいつも、 恐ろしい殺人に関する事柄などをしたためてあるのです。紙切れを公園のベンチの板の間に挟んでおいて、小陰に隠れて誰かがそれを発見するのを待ち構えてみたり、その他これに類したさまざまな遊技を行っては一人楽しむのでした。 彼はまたしばしば変装をして町から町をさまよい歩きました。労働者になってみたり、小じになってみたり、学生になってみたり、いろいろの変装をした中でも女装をすることが最も彼の病壁を喜ばせました。そのためには、 彼は着物や時計などを売り飛ばして金を作り高価なカツラだとか女の古着だとかを買い集め長い時間かかって好みの女姿になりますと頭の上からすっぽりと街灯をかぶって夜更けに下宿屋の入り口を出るのですそして適当な場所で街灯を脱ぐとある時は 寂しい公園をぶらついてみたりある時はもう寝る自分の活動小屋へ入ってわざと男子席の方へ紛れ込んでみたり果ては際どいいたずらまでやってみるのですそして服装による一種の錯覚からさも自分が ダッキのお百だとか、上ワバおよしだとかいう独腑にでもなった気持ちで、いろいろな男たちを自由自在に翻弄するありさまを想像しては、喜んでいるのです。しかし、これらの犯罪の真似事は、ある程度まで彼の欲望を満足させてはくれましたけれど、そして時には、 ちょっと面白い事件を引き起こしなぞしてその当座は十分慰めにもなったのですけれど真似事はどこまでも真似事で危険がないだけに犯罪の魅力は味方によってはそのスリルにこそあるのですから興味も乏しくそういつまでも 彼を右頂点にさせる力はありませんでしたものの数ヶ月もたちますといつとなく彼はこの楽しみから遠ざかるようになりましたそしてあんなにも引きつけられていた明智との交際もだんだんと鬱陶しくなっていきました 以上のお話によって郷田三郎と明智小五郎との交渉または三郎の犯罪思考癖などについて読者に読み込んでいただいた上さて本題に戻って東映館という新築の下宿屋で郷田三郎がどんな楽しみを発見したかという点に お話を進めることにいたしましょう三郎が東映館の建築が出来上がるのを待ちかねて胃の一番にそこへ引き移ったのは彼が明智と交際を結んだ時分から一年以上もたっていました従ってあの犯罪のまね事にも もう一向興味がなくなりといって他にそれに変わるような事柄もなく彼は毎日毎日の退屈な長々しい時間を過ごしかねていました。東栄館に移った東座はそれでも新しい友達ができたりしていくらか気が紛れていましたけれど人間というものは なんと退屈極まる生物なのでしょうどこへ行ってみても同じような思想を同じような表情で同じような言葉で繰り返し繰り返し発表し合っているのに過ぎないのですせっかく下宿屋を変えて新しい人たちに接してみても一週間経つか経たないうちに彼はまたしても底知れぬ検体の中に 沈み込んでしまうのでしたそうして東映館に移って10日ばかり経ったある日のことです退屈のあまり彼はふと妙なことを考えつきました彼の部屋にはそれは2階にあったのですが 安っぽい床の間の傍らに一軒の押し入れがついていてその内部は鴨敷と敷糸のちょうど中ほどに押し入れいっぱいの頑丈な棚があって上下二段に分かれているのです彼はその下段の方に数個の氷を収め上段には布団をのせることにしていましたが いちいちそこから布団を取り出して部屋の真ん中へ敷く代わりに四十棚の上に寝台ベッドのように布団を重ねておいて眠くなったらそこへ上がって寝ることにしたらどうだろう彼はそんなことを考えたのですこれが今までの下宿屋であったら たとえ押入れの中に同じような棚があっても壁がひどく汚れていたり天井に蜘蛛の巣が張っていたりしてちょっとその中へ寝る気にはならなかったのでしょうがここの押入れは新築早々のことですから非常にきれいで天井も真っ白なれば黄色く塗った滑らかな壁にもシミ一つできていませんしそして全体の感じが 棚の作り方にもよるのでしょうがなんとなく船の中の寝台に似ていて妙に一度そこへ寝てみたいような誘惑を感じさえするのですそこで彼は早速その晩から押し入れの中へ寝ることを始めましたこの下宿は 部屋ごとに内部から戸締まりのできるようになっていて女中などが無断で入ってくるようなこともなく彼は安心してこの気候を続けることができるのでしたさてそこへ寝てみますと予き以上に感じがいいのです4枚の布団を積み重ねその上にふわりと寝転んで目の上2尺ばかりのところに迫っている 天井を眺める心持ちはちょっと異様な味わいのあるものです。ふすまをぴっしゃり締め切ってその隙間から漏れてくる糸のような電気の光を見ていますとなんだかこう自分が探偵小説の中の人物にでもなったような気がして愉快ですし。 またそれを細めに開けてそこから自分自身の部屋を泥棒が他人の部屋をでも覗くような気持ちでいろいろの劇場的な場面を想像しながら眺めるのも興味がありました時によると彼は昼間から押し入れに入り込んで一軒と二尺の長方形の箱のような中で 大好物のタバコをぷかりぷかりとふかしながらとりとめもない妄想にふけることもありました。そんな時には締め切った襖の隙間から押し入れの中で火事でも始まったのではないかと思われるほどおびただしい白煙が漏れているのでした。 ところがこの機構を23日続ける間に彼はまたしても妙なことに気がついたのです。秋っぽい彼は3日目あたりになるともう押し入れのベッドには興味がなくなって所在なさにそこの壁や寝ながら手の届く天井板に落書きなどしていましたが。 ふと気がつくとちょうど頭の上の一枚の天井板が釘を打ち忘れたのかなんだかふかふかと動くようなのですどうしたのだろうと思って手で突っ張って持ち上げてみますとなんとなく上の方へ外れることは外れるのですが妙なことにはその手を離すと くぎづけにした箇所は一つもないのにまるでバネ仕掛けのようにもともとどおりになってしまいますどうやら何者かが上から押さえつけているような手応えなのですはてな、ひょっとしたらちょうどこの天井板の上に何か生物が例えば 大きな青大将か何かがいるのではあるまいかと三郎はにわかに気味が悪くなってきましたがそのまま逃げ出すのも残念なものですからなおも手で押してみますとずっしりと重い手応えを感じるばかりでなく天井板を動かすたびにその上でなんだかごろごろと 鈍い音がするではありませんかいよいよ変ですそこで彼は思い切って力任せにその天井板をはねのけてみますとするとそのとたんガラガラという音がして上から何かが落ちてきました彼はとっさの場合ハッと片けへ飛びのいたからよかったものの もしそうでなかったらその物体に打たれて大けがをしているところでしたなんだつまらないところがその落ちてきた品物を見ますと何か変わったものでもあればよいかと少なからず期待していた彼はあまりのことに呆れてしまいましたそれは 漬物石を小さくしたようなただの石ころにすぎないのでした。よく考えてみれば別に不思議でも何でもありません。伝統甲府が天井裏へ潜る通路にと天井板を一枚だけわざと外してそこからネズミなどが押し入れに入らぬように石ころでおもしがしてあったのです。 それはいかにも飛んだ喜劇でしたでもその喜劇が起炎となって織田三郎はあるすばらしい楽しみを発見することになったのです彼はしばらくの間自分の頭の上にあいている ほら穴の入り口とでも言った感じのするその天井の穴を眺めていましたがふと持ち前の好奇心からいったい天井裏というものはどんなふうになっているのだろうと恐る恐るその穴に首を入れて四方辺りを見回しましたそれはちょうど朝のことで 屋根の上にはもう日が照りつけていると見え方々の隙間からたくさんの細い光線がまるで大小無数のサーチライトを照らしてでもいるように屋根の裏の空洞へ差し込んでいてそこは存外明るいのですまず目につくのは縦に長々と横たえられた太い 曲がりくねった大蛇のような胸です明るいといっても屋根裏のことでそう遠くまで見通しがきかないのとそれに細長い下宿屋の建物ですから実際長い胸ぎでもあったのですがそれが向こうの方はかすんで見えるほど遠く遠く連なっているように思われます。 そしてその胸着と直角にこれは大蛇のあばらにあたるたくさんの梁が両側へ屋根の傾斜に沿ってにょきにょきと出ていますそれだけでも随分雄大な景色ですがその上天井を支えるために梁から無数の細い棒が下っていてそれがまるで鍾乳洞の内部を 見るような感じを起こさせますこれはすてきだ一応屋根裏を見回してから三郎は思わずそうつぶやくのでした「病的な彼は世間ふつうの興味には引きつけられないで常人にはくだらなく見えるようなこうした物事に かえって言い知れぬ魅力を覚えるのですその日から彼の屋根裏の散歩が始まりました夜となく昼となく暇さえあれば彼は泥棒猫のように足音を盗んで 胸ぎや梁の上を伝い歩くのです。幸いなことには建てたばかりの家ですから屋根裏につきものの蜘蛛の巣もなければすすやほこりもまだ少しもたまっておらずネズミの汚したとさえありません。それゆえ着物や手足の汚くなる心配はないのです。彼は シャツ一枚になって、思うがままに屋根裏を調了しました。時効もちょうど春のことで屋根裏だからと言って、さして暑くも寒くもないのです。 東映館の建物は下宿屋などにはよくある真ん中に庭を囲んでその周りにマス型に部屋が並んでいるような作り方でしたから従って屋根裏もずっとその形に続いていて雪止まりというものがありません彼の部屋の天井裏から出発してぐるっと一回りしますとまた 元の彼の部屋の上まで帰ってくるようになっています。下の部屋部屋にはさも現状に壁で仕切りができていて、その出入り口には締まりをするための金具まで取り付けてあるのに、一度天井裏に上がってみますと、これはまたなんという開放的なありさまでしょう。 誰の部屋の上を歩き回ろうと自由自在なのです。もしその気があれば、三郎の部屋のと同じような石ころの重しのしてある箇所がところどころにあるのですから、そこから他人の部屋へ忍び込んで、窃盗を働くこともできます。廊下を通ってそれをするのは、今も言うように、 升型の建物の各方面に人目があるばかりでなくいつ何時他の私祝人や女中などが通り合わさないとも限りませんから非常に危険ですけれど天井裏の通路からでは絶対にその危険がありませんそれからまたここでは他人の秘密を覗き見することも勝手次第なのです 新築といっても下宿屋の安武神のことですから天井には至る所に隙間があります部屋の中にいては気がつきませんけれど暗い屋根裏から見ますとその隙間が意外に大きいのに一興を喫しますまれには節穴さえもあるのですこの、 屋根裏という屈指の舞台を発見しますと郷田三郎の頭にはいつの間にか忘れてしまっていたあの犯罪思考癖がまたムラムラと湧き上がってくるのでしたこの舞台でならばあの当時試みたそれよりももっともっと刺激の強い犯罪の真似事ができるにそういない そう思うと彼はもう嬉しくてたまらないのです。どうしてまあこんな手近なところにこんな面白い興味があるのを今日まで気づかないでいたのでしょう。魔物のように暗闇の世界を歩き回って20人近い東映館の二階中の四宿人の秘密を 次から次へと覗き見してゆく、このことだけでも、三郎はもう、十分愉快なのです。そして、久方ぶりで、生きがいを感じさえするのです。彼はまた、この屋根裏の散歩を、いやが上にも今日を深くするために、まず、 身支度からしてさも本物の犯罪人らしく装うことを忘れませんでしたぴったり身についた濃い茶色の毛織のシャツ同じズボンの下なろうことなら昔活動写真で見た女の盗賊プロテアのように真っ黒なシャツを着たかったのですけれどあいにく そんなものは持ち合わせていないのでまあ我慢することにして旅をはき手袋をはめ天井裏はみな荒削りの木材ばかりで指紋の残る心配などはほとんどないのですがそして手にはピストルが欲しくてもそれもないので懐中電灯を持つことにしました。 夜更けなど昼とは違って漏れてくる光線の量がごくわずかなのでちょっと先も見分けられぬ闇の中を少しも物音を立てないように注意しながらその姿でそろりそろりと胸ぎの上を伝っていますと何かこう自分が蛇にでもなって 太い木の幹を這いまわっているような気持ちがして我ながら妙に凄くなってきますでもその凄さが何の因果か彼にはぞくぞくするほど嬉しいのですこうして数日彼は有頂天になって 屋根裏の散歩を続けました。その間には、良きにたがわず、いろいろと彼を喜ばせるような出来事があって、それを記すだけでも、十分一遍の小説が出来上がるほどですが、この物語の本題には、直接関係のない事柄ですから、残念ながら、はしょって、ごく簡単に、 にの例をおししするにとどめましょう。天井からののぞき見というものがどれほど異様な興味のあるものだかは実際やってみた人でなければおそらく想像もできますまいたとえその下に別段事件が起こっていなくても誰も見ているものがないと信じて そののの本性ををさらけけ出した人間とといいうものを観察すすることだでで十分面白いのですよく注意してみますとある人々はそのそばに他人のいる時と一人きりの時とでは立ち居振る舞いはもちろんその顔の総合までがまるで変わるものだということを発見して彼は少なからず驚きました。 それにふだん横から同じ水平線で見るのと違って真上から見下ろすのですからこの目の角度の相違によって当たり前の座敷が随分異様な景色に感じられます人間は頭のてっぺんや両肩が本箱机箪笥、火鉢などは その上側の面だけが主として目に映りますそして壁というものはほとんど見えないのでその代わりにすべての品物のバッグには畳がいっぱいに広がっているのです何事がなくてもこうした興味がある上にそこには往々にして滑稽な悲惨な あるいはものすごい光景が展開されています普段は過激な反資本主義の議論を吐いている会社員が誰も見ていないところではもらったばかりの昇給の事例を折りかばんから出したりしまったり幾度も幾度も開かず打ち眺めて喜んでいる光景ぞろりとした お飯の着物をふだん着にして果敢はかない豪奢ぶりを示しているあの相場師がいざ床につく時にはその昼間はさも無造作に着こなしていた着物を女のように丁寧に畳んで床の下に敷くばかりかしみでもついたのと見えてそれを丹念に口でなめてお飯などの小さな汚れは 口で舐めとるのが「一種のクリーニングをやっている光景何々大学の野球の選手だというニキビ面の青年が運動家にも似合わない臆病さを持って女中への漬け踏みを食べてしまった夕飯のお膳の上へ乗せてみたり思い返して引き込めてみたりまた乗せてみたり」。 ももじじと同じことを繰り返している光景中には大胆にもインバイフを引き入れてここに書くことをはばかるようなすさまじい筐態を演じている光景さえも誰はばからず見たいだけ見ることができるのです三郎はまた四書人と四書人との 感情の葛藤をを研究することに興味を持ちました。同じ人間が相手によってさまざまに態度を変えていくありさま今の今まで笑顔で話し合っていた相手を隣の部屋へ来てはまるでふぐ大天のあだででもあるように罵っているものもあればコウモリのようにどちらへ行っても都合のいいおざなりを言って 陰でペロリと舌を出しているものもありますそしてそれが女の四粛人東映館の2階には一人の女画学生がいたのです女の四粛人になると一層興味があります恋の三角関係どころではありません五角六角と複雑した関係が 手に取るように見えるばかりか、競争者たちの誰も知らない本人の真意が、局外者の屋根裏の散歩者にだけ、はっきりとわかるではありませんか。おとぎ話に隠れ蓑のというものがありますが、天井裏の三郎はいわばその隠れ蓑のを着ているも、 同然なのですもしその上他人の部屋の天井板を剥がしてそこへ忍び込みいろいろないたずらをやることができたらいっそう面白かったでしょうが三郎にはその勇気がありませんでしたそこには 三軒に一か所ぐらいの割合で三郎の部屋のと同様に石ころで重しをした抜け道があるのですから忍び込むのも造作はありませんけれどいつ部屋の主が帰ってくるか知れませんしそうでなくとも窓はみんな透明なガラス障子になっていますから外から見つけられる危険もあり それに、天井板をめくって押し入れの中へ入り、襖を開けて部屋に入り、また押し入れの棚へよじ登って、元の屋根裏へ帰る。その間には、どうかして物音を立てないとは限りません。それを廊下や隣部屋から聞かれたら、もうおしまいなのです。 さてある夜更けのことでした三郎は一回り散歩を済ませて自分の部屋へ帰るために針から針を伝っていましたが彼の部屋とは庭を隔ててちょうど向かい側になっている塔の一方の隅の天井にふとこれまで気のつかなかった かすかな隙間を発見しました。計二寸ばかりの雲型をして。糸よりも細い光線が漏れているのです。なんだろうと思って。彼はそっと。懐中電灯をともして調べてみますと。それはかなり。大きな木の節で。 半分以上周りの板から離れているのですが、あとの半分でやっとつながり、危うく節穴になるのを免れたものでした。ちょっと爪の先でこじさえすれば、難なく離れてしまいそうなのです。そこで三郎は、他の隙間から下を見て、部屋の主がすでに寝ていることを確かめた上、 音のしないように注意しながら長い間かかってとうとうそれを剥がしてしまいました都合のいいことには剥がしたあとの節穴が盃型に下側に狭くなっていますのでその木の節をもともとどおりに詰めておけさえすれば下へ落ちるようなことはなく そこにこんな大きなのぞき穴があるのを誰にも気づかれずに済むのですこれはうまい具合だと思いながらその節穴から下をのぞいてみますと縦には長くても幅はせいぜい一部内外の不自由なのと違って下側の狭い方でも直径一寸以上はあるのですから。 部屋の全景が楽々と見渡せますそこで三郎は思わず道草を食ってその部屋を眺めたことですがそれは偶然にも東映館の私宿人のうちで三郎の一番虫のすかぬ遠藤という歯科医学校卒業生で もっかはどっかの歯医者の助手を務めている男の部屋でしたその遠藤が嫌にのっぺりした虫酢の走るような顔をいっそうのっぺりさせてすぐ目の下に寝ているのでしたバカに几帳面な男と見えて部屋の中はほかのどの主粛人のそれにも増して きちんと整頓しています机の上の文房具の位置本箱の中の書物の並べ方布団の敷き方枕元に置き並べた舶来んでもあるのか見慣れぬ形の目覚まし時計漆器の巻きたばこ入れ色ガラスの灰皿いずれを見てもそれらの品物の主人公が 世にもきれい好きな重箱の隅を用紙でほじくるような神経家であることを証拠立てていますまた遠藤自身の寝姿も実に行儀がいいのですただそれらの光景にそぐわぬのは彼が大きな口を開いて雷のようにいびきをかいていることでした 三郎は何か汚いものでも見るように眉をしかめて遠藤の寝顔を眺めました。彼の顔は綺麗といえば綺麗です。なるほど。彼自身で吹聴する通り、女などには好かれる顔かもしれません。しかし、 なんという間延びな、長々とした顔の造作でしょう。濃い頭髪、顔全体が長い割には、変に狭い不自備体、短い眉、細い目、始終笑っているような目尻のしわ、長い鼻、そして異様に大ぶりな口。三郎は、この口が、どうにも気に入らないのでした。 鼻の下のところから段をなして上あごと下あごとがおんもりと前方へせり出しその部分いっぱいに青白い顔と妙な対象を示して大きな紫色の唇が開いていますそして非公正鼻炎ででもあるのか四十鼻をつまらせ その大きな口をポカンと開けて呼吸しているのです。寝ていていびきをかくのもやっぱり鼻の病気のせいなのでしょう。三郎はいつでもこの遠藤の顔を見さえすればなんだかこう背中がムズムズしてきて彼ののっぺりしたほっぺたをいきなり殴りつけてやりたいような。 気持ちになるのでした「そうして遠藤の寝顔を見ているうちに三郎はふと妙なことを考えましたそれはその節穴から唾を吐けばちょうど遠藤の大きく開いた口の中へうまく入りはしないかということでした」。 なぜなら彼の口はまるであつらえでもしたように節穴の真下のところにあったからです三郎は物好きにももも引きの下にはいていた猿股のひもを抜き出してそれを節穴の上に垂直に垂らし片目をひもにくっつけて ちょうど10の照準でも定めるように試してみますと不思議な偶然です。ひもと節穴と遠藤の口とが全く一点に見えるのです。つまり節穴から唾を吐けば必ず彼の口へ落ちるに相違ないことが分かったのです。 しかしまさか本当につばを吐きかけるわけにもいきませんので三郎は節穴を元のとおりにうずめておいて立ち去ろうとしましたがその時不意にちらりとある恐ろしい考えが彼の頭にひらめきました彼は思わず屋根裏の暗闇の中で真っ青になって ブルブルと震えましたそれは実に何の恨みもない遠藤を殺害するという考えだったのです彼は遠藤に対して何の恨みもないばかりかまだ知り合いになってから半月もたってはいないのでしたそれも偶然二人の引っ越しが同じ日だったものですから それを縁に2、3度部屋を訪ね合ったばかりで、別に深い交渉があるわけではないのです。では、何故その遠藤を殺そうなどと考えたかと言いますと、今も言うように、彼の要望や行動が殴りつけたいほど虫がすかぬということも、多少は手伝っていましたけれど、三郎のこの考えの主たる動機は、 相手のの人物にあるのではなくて、ただ殺人行為そのものの興味にあったのですさっきからお話ししてきたとおり三郎の精神状態は非常に変態的で犯罪思考癖とも言うべき病気を持っていその犯罪の中でも 彼が最も魅力を感じたのは殺人罪なのですからこうした考えの起こるのも決して偶然ではないのですただ今まではたとえしばしば殺意を生じることがあっても罪の発覚を恐れて一度も実行しようなどと思ったことがないばかりなのです ところが今遠藤の場合は全然疑いを受けないで発覚の憂えなしに殺人が行われそうに思われます我が身に危険さえなければたとえ相手が見ず知らずの人間であろうと三郎はそんなことを考慮するのではありませんむしろその殺人行為が残虐であればあるほど 彼の異常な欲望は一層満足させられるのでしたそれではなぜ遠藤に限って殺人罪が発覚しない少なくとも三郎がそう信じていたかと言いますとそれには次のような事情があったのです 官へ引っ越して四五日経った自分でした三郎は懇意になったばかりのある同宿者と近所のカフェへ出かけたことがありますその時同じカフェに遠藤も来ていて三人が一つテーブルへ寄って酒を最も酒の嫌いな三郎はコーヒーでしたけれど飲んだりして 三人ともだいぶいい心持ちになって連れ立って下宿へ帰ったのですが少しの酒に酔っ払った遠藤は「まあ僕の部屋へ来てください」と無理に二人を彼の部屋へ引っ張り込みました遠藤は一人ではしゃいで夜が更けているにもかまわず 女中を呼んでお茶を入れさせたりしてカフェからの持ち越しののろけ話を繰り返すのでした三郎が彼を嫌いだしたのはその晩からですその時遠藤は真っ赤に充血した唇をペロペロとなめ回しながらさも得意らしくこんなことを言うのでした その女とですね、僕は一度上司を仕掛けたことがあるのですよまだ学校にいた頃ですがほら僕のは医学校でしょ薬を手に入れるのはわけないんですで2人が楽に死ねるだけのモルヒネを用意して聞いてください 塩原へ出かけたもんです「そう言いながら彼はふらふらと立ち上がって押し入れのところへ行きガタガタ襖を開けると中に積んであった一つの氷の底からごく小さい小指の先ほどの茶色の瓶を探してきて利き手の方へ差し出すのでした」。瓶の中には そこのほうにほんのぽっちり何かキラキラと光った粉が入っているのでしたそれですよこれっぽっちで十分二人の人間が死ねるのですからねしかしあなた方こんなことしゃべっちゃ嫌ですよほかの人にそして 彼ののろけ話はさらに長々ととめどもなく続いたことですが三郎は今その時の毒薬のことを図らずも思い出したのです天井の節穴から毒薬を垂らして人殺しをするまあなんという 奇想天外な素晴らしい犯罪だろう彼はこの妙計にすっかり有頂天になってしまいましたよく考えてみればその方法はいかにもドラマチックなだけ可能性には乏しいものだということがわかるのですがそしてまた何もこんな手数のかかることをしないでも他にいくらでも 勘弁な殺人方法があったはずですが異常な思いつきに幻惑させられた彼は何を考える余裕もないのでしたそして彼の頭にはただもうこの計画についての都合のいい理屈ばかりが次から次へと浮かんでくるのですまず、 薬を盗み出す必要がありました。が、それはわけのないことです遠藤の部屋を訪ねて話し込んでいればそのうちには便所へ立つとかなんとか彼が席を外すこともあるでしょうその暇に見覚えのある氷から茶色の小瓶を取り出しさえすればいいのです遠藤は始終その氷の底を調べているわけではないのですから 二日や三日で気のつくこともありますまい。毛量、また気づかれたところで、そんな毒薬を持っていることがすでに違法なのですから、表沙汰になるはずもなく、それに上手にやりさえすれば、誰が盗んだのかも分かりはしません。そんなことをしないでも、天井から忍び込む方が楽ではないでしょうか。 いやいや、それは危険です。さきにも言うように、いつ、部屋の主が帰ってくるかもしれませんし、ガラス障子の外から見られる心配もあります。第一、遠藤の部屋の天井には、三郎のところのように、石ころでおもしをした、あの抜け道がないのです。どうしてどうして。 釘付けになっている天井板を剥がして忍び入るなんて危険なことができるものですかさてこうした手に入れた粉薬を水に溶かして鼻の病気のために始終開きっぱなしの遠藤の大きな口へ垂らし込めばそれでいいのですただ心配なのは うまく飲み込んでくれるかどうかという点ですが何それも大丈夫ですなぜといって薬がごくごく少量で溶き方を濃くしておけばほんの数滴で足りるのですから熟睡している時なら気もつかないくらいでしょうまた気がついたとしてもおそらく吐き出す暇なんかありますまいそれから モルヒネが苦い薬だということも三郎はよく知っていましたがたとえ苦くとも分量がわずかですしなおその上に砂糖でも混ぜておけばバンバン失敗する気遣いはありません誰にしてもまさか天井から毒薬が降ってこようなどとは想像もしないでしょうから 遠藤がとっさの場合そこへ気のつくはずはないのですしかし薬がうまく効くかどうか遠藤の体質に対して多すぎるかあるいは少なすぎるかしてただ苦悶するだけで死にきらないというようなことはあるまいかこれが問題ですなるほどそんなことになれば 非常に残念ではありますがでも三郎の身に危険を及ばす心配はないのですというのは節穴をもともと通り蓋をしてしまいますし天井裏にもそこにはまだ埃などたまっていないですから何の痕跡も残りません指紋は手袋で塞いであります軽量 天井から毒薬を垂らしたことが分かっても誰の仕業だか知れるはずはありません。ことに彼と遠藤とは昨今の交際で恨みを含むような間柄でないことは周知の事実なのですから彼に嫌疑のかかる道理がないのです。いやそうまで考えなくても熟睡中の遠藤に 薬の落ちてきた方角などが分かるものではありませんこれが三郎の屋根裏でまた部屋へ帰ってから考え出した虫のいい理屈でした読者はすでにたとえ以上の書店がうまくいくとしてもそのほかに 一つの重大な錯誤があることに気づかれたことと思いますが彼はいよいよ実行に着手するまで不思議にも少しもそこへ気がつかないのでした三郎が都合のよい折を見計らって遠藤の部屋を訪問したのは それから四五日たった自分でした無論その間には彼はこの計画について繰り返し繰り返し考えた上大丈夫危険がないと見極めをつけることができたのですのみならずいろいろと新しい工夫も付け加えました例えば 毒薬の瓶の始末についての考案もそれですもしうまく遠藤を殺害することができたならば彼はその瓶を節穴から下へ落としておくことに決めましたそうすることによって彼は二重の利益が得られます一方ではもし発見されれば 重大な手がかりになるところのその瓶を隠匿する世話がなくなること他方では死人のそばに毒物の容器が落ちていれば誰しも遠藤が自殺したのだと考えるに相違ないことそしてその瓶が遠藤自身の品であるということはいつか三郎と一緒に 彼にのろけ話を聞かされた男がうまく証明してくれるに違いないのですなおお都合のよいのは遠藤は毎晩きちんと戸締まりをして寝ることでした入り口はもちろん窓にも中から金具で留めをしてあって外部からは絶対に入れないことでした さて、その日三郎は非常な忍耐力を持って顔を見てさえ虫傷の走る遠藤と長い間雑談を交えました話の間にしばしばそれとなく殺意をほのめかして相手を怖がらせてやりたいという危険極まる欲望が起こってくるのを彼はやっとのことで食い止めました 近いうちにちっとも証拠の残らないような方法でお前を殺してやるのだぞお前がそうして女のようにぺちゃくちゃしゃべれるのももう長いことではないのだ今のうちせいぜいしゃべりためておくがいいよ三郎は 相手の止めどもなく動く大ぶりな唇を眺めながら心の内でそんなことを繰り返していましたこの男が間もなく青ぶくれの死骸になってしまうのかと思うと彼はもう愉快でたまらないのです そうして話し込んでいるうちに案の定遠藤が便所に立っていきましたそれはもう夜の十時ごろでもあったでしょうか三郎は抜け目なく辺りに気を配ってガラス窓の外なども十分調べた上音のしないようにしかし手早く押し入れを開けて氷の中から例の薬瓶を探し出しました いつか入れ場所をよく見ておいたので探すのに骨は折れませんでもさすがに胸がドキドキして脇の下からは冷や汗が流れました実を言うと彼の今度の計画のうち一番危険なのはこの毒薬を盗み出す仕事でしたどうしたことで 遠藤が不意に帰ってくるかもしれませんしまた誰かが覗き見をしていないとも限らぬのですがそれについては彼はこんなふうに考えていました「もし見つかったらあるいは見つからなくても遠藤が薬瓶のなくなったことを発見したらそれはよく注意していれば時期分かることです」ことに 彼には天井の覗き見という武器があるのですからもし見つかったら殺害を思いとどまりさえすればいいのですただ毒薬を盗んだというだけでは大した罪にもなりませんからねそれはともかく結局彼はまず誰にも見つからずに ううまうまと薬瓶を手に入れることができたのですそこで遠藤が便所から帰ってくると間もなくそれとなく話を切り上げて彼は自分の部屋へ帰りましたそして窓には隙間なくカーテンを引き入り口の戸には締まりをしておいて机の前に座ると胸を躍らせながら 海中から可愛らしい茶色の瓶を取り出してさてつくづくと眺めるのでした「モルフィナン・ハイドロクロリ」多分遠藤が書いたのでしょう小さいレッテルにはこんなような文字が記してあります彼は以前に薬物学の書物を読んでモルフィネのことは多少知っていましたけれど 実際にお目にかかるのは今が初めてでした多分それはモルフィナム塩酸というものなのでしょう瓶を電灯の前に持っていって透かしてみますと小さじに半分もあるかなしのごくわずかな白い粉がきれいにキラリキラリと光っています一体こんなもので人間が死ぬのかしらと 不思議に思われるほどです。三郎は無論それを測るような精密な測りは持っていないので分量の点は遠藤の言葉を信用しておくほかはありませんでしたがある時の遠藤の態度口調は酒に酔っていたとはいえ決してデたらめとは思われません。それに レッテルの数字も三郎の知っている致死量のちょうど二倍ほどなのですからよもや間違いはありますまいそこで彼は瓶を机の上に置いてそばに用意の砂糖や清水を並べ薬剤師のような綿密さで しでしゅく人たちはもうみな寝てしまったとみえてあたりはしんかんとしずまりかえっていますそのなかでマッチのぼうにひたした清水をようい深く一滴一滴とびんの中へ照らしていますと 自分自身の呼吸が悪魔のため息のように変にものすごく響くのです。それがまあどんなに三郎の変態的な思考を満足させたことでしょう。ともすれば彼の目の前に浮かんでくるのは暗闇の洞窟の中でふつふつと。 泡立ちにえる毒薬の鍋を見つめて、似たり似たりと笑っているあのいにしえの物語の恐ろしい妖魔の姿でした。しかしながら、一方においては、そのころからこれまで少しも予期しなかったある恐怖に似た感情が彼の心の片隅に湧き出していました。 そして時間のたつに従って少しずつ少しずつそれが広がってくるのです。murder cannot be hid long.a man's son may, but at the length through will out。人殺しもいずれ露見する。 人の子だってそうよしまいにゃ真実は現れる誰かの引用で覚えていたあのシェイクスピアの不気味な文句が目もくらめくような光を放って彼の脳髄に焼き付くのですこの計画には絶対に破綻がないと書くまで信じながらも 刻々に増大してくる不安を彼はどうすることもできないのでした。何の恨みもない一人の人間をただ殺人の面白さに殺してしまうとはそれが正気の沙汰か。お前は悪魔に見入られたのかお前は気が違ったのか一体お前は 自分自身の心を空恐ろしくは思わないのか長い間夜の更けるのも知らないで調合してしまった毒薬の瓶を前にして彼は物思いに更けていましたいっそこの計画を思いとどまることにしよう幾度そう決心しかけたかしれませんでも結局彼は どうしてもあの人殺しの魅力を断念する気にはなれないのでしたところがそうしてとつおいつ考えているうちにはっとある致命的な事実が彼の頭にひらめきました <laughs> 三郎はおかしくてたまらないようにしかし寝静かった辺りに気を兼ねながら笑い出したのです「バカ野郎お前は何とよくできた同契約者だ大真面目でこんな計画をもくろむなんてもうお前のまひした頭には偶然と必然の区別さえ つかなくなったのかあの遠藤の大きく開いた口が一度例の節穴の真下にあったからといってその次にも同じようにそこにあるということがどうしてわかるのだいやむしろそんなことはまずありえないではないかそれは実に 滑稽極まる錯誤でした彼のこの計画はすでにその出発点において一大迷網に陥っていたのですしかしそれにしても彼はどうしてこんな分かりきったことを今まで気づかずにいたのでしょう実に不思議と言わねばなりませんおそらくこれは さも利口ぶっている彼の頭脳に、非常な欠陥があった証拠ではありますまいか。それはともかく、彼はこの発見によって、一方では、甚だしく失望しましたけれど、同時に、他の一方では、不思議な気安さを感じるのでした。 おかげで俺はもう恐ろしい殺人罪を犯さなくて済むのだやれやれ助かったそうは言うもののその翌日からも屋根裏の散歩をするたびに 彼は未練らしく例の節穴を開けて遠藤の動静を探ることを怠りませんでした。それは一つは毒薬を盗み出したことを遠藤が神きはしないかという心配からでもありましたけれどしかしまたどうかしてこの間のように彼の口が節穴の真下へ来ないかと。 その偶然を待ち焦がれていなかったとは言えません現に彼はいつの散歩の場合にもシャツのポケットからかの毒薬を話したことはないのでしたある夜のことそれは 三郎が屋根裏の散歩を始めてからもう10日ほども経っていました10日の間も少しも気づかれることなしに毎日何回となく屋根裏を這い回っていた彼の苦心は一通りではありません綿密なる注意そんなありふれた言葉ではとても言い表せないようなものでした三郎はまたしても 遠藤の部屋の天井裏をうろついていましたそして何かおみくじでも引くような心持ちで吉か今日か今日こそはひょっとしたら吉ではないかなどうか吉が出てくれますようにと神に念じさえしながら例の節穴を開けてみるのでした。 するとああ彼の目がどうかしていたのではないでしょうかいつか見た時と寸分たがわない格好でそこにいびきをかいている遠藤の口がちょうど節穴の真下へ来ていたではありませんか三郎は何度も目をこすって見直しまた猿股のひもを抜いて 目測さえしてみましたがもう間違いはありませんひもと穴と口とがまさしく一直線上にあるのです彼は思わず是正を上げそうになったのをやっとこらえましたついにその時が来た喜びと一方では言い知れぬ恐怖とその二つが交錯した 一種異様の興奮のために彼は暗闇の中で真っ青になってしまいました彼はポケットから毒薬の瓶を取り出すと一人でにふるい出す手先をじっとためながらその線を抜きひもで遣唐をつけておいておほう。 おその時の何とも形容のできぬ心持ちポトリポトリポトリ数滴それがやっとでした彼はすぐさま目を閉じてしまったのです気がついたかきっと気がついた きっと気がついた。そして今にも今にもどんな大声で叫び出すことだろう彼はもし両手が空いていたら耳をも塞ぎたいほどに思いましたところが彼のそれほどの気遣いにもかかわらず下の遠藤は「うん」とも「すう」とも言わないのです 毒薬が口の中へ落ちたところは確かに見たのですからそれに間違いはありませんでもこの静けさはどうしたというのでしょう三郎は恐る恐る目を開いて節穴を覗いてみましたすると遠藤は口をむにゃむにゃさせ両手で唇をこするような格好をしてちょうどそれが終わったところなのでしょう またもやグーぐーうぐうと寝入ってしまうのでした「案ずるよりは産むがやすし」とはよく言ったものです寝ぼけた遠藤は恐ろしい毒薬を飲み込んだことを少しも気がつかないのでした三郎はかわいそうな被害者の顔を 身動きもしないで食い入るように見つめていましたそれがどれほど長く感じられたか事実は20分とたっていないのに彼には23時間もそうしていたように思われたことですするとその時遠藤はふっと目を開きましたそして半身を起こしてさも不思議そうに 部屋の中を見回しています「めまいでもするのか首を振ってみたり目をこすってみたりわごとのような意味のないことをぶつぶつとつぶやいてみたりいろいろ狂気めいたしぐさをしてそれでもやっとまた枕につきましたが今度は盛んに寝返りを打つのです。 やがて寝返りの力がだんだん弱くなってゆきもう身動きしなくなったかと思うとその代わりに雷のような歓声が響き始めました見ると顔の色がまるで酒にでも酔ったように真っ赤になって鼻の先や額には玉の汗がふつふつと噴き出しています 熟睡している彼の身内で今世にも恐ろしい生死の相当が行われているのかもしれませんそれを思うと身の毛がよだつようですさてしばらくするとさしも青かった顔色が徐々に冷めて髪のように白くなったかと思うとみるみる 色に変わっていきますそしていつの間にかいびきがやんでどうやらすう息吐く息の度数がへってきましたふと胸のところがうごかなくなったのでいよいよ最後かと思っていますと しばらくして思い出したようにまた唇がビクビクして鋭い呼吸が帰ってきたりしますそんなことが二、三度繰り返されてそれでおしまいでしたもう彼は動かないのですぐったりと 枕を外した顔に我々の世界のとはまるで別な一種の微笑みが浮かんでいます彼はついにいわゆる仏になってしまったのでしょう息を詰め手に汗を握ってその様子を見つめていた三郎は初めて ため息をつきましたとうとう彼は殺人者になってしまったのですそれにしてもなんという楽々とした死に方だったでしょう 彼の犠牲者は絶世一つ立てるでなく苦悶の表情さえ浮かべないでいびきをかきながら死んでいったのですなーんだ人殺しなんてこんなあっけないものか三郎はなんだかがっかりしてしまいました 想像の世界ではもうこの上もない魅力であった殺人ということがやってみれば他の日常茶飯事と何の変わりもないのでしたこの塩梅ならまだ何人だって殺せるぞそんなことを考える一方ではしかし気抜けのした彼の心を なんとも得体の知れぬ恐ろしさがじわじわと襲い始めていました暗闇の屋根裏縦横に交錯した怪物のような胸着や梁その下でヤモリかなんぞのように天井裏に吸いついて人間の死骸を見つめている自分の姿が 三郎はにわかに気味悪くなってきました妙に首筋のところがぞくぞくしてふと耳をすますとどこかでゆっくりゆっくり自分の名を呼び続けているような気さえします思わず節穴から目を離して 暗闇の中を見回しても、ひさしく明るいところをのぞいていたせいでしょう。目の前には、大きいのや小さいのや、黄色い輪のようなものが、次々に現れては消えてゆきます。じっと見ていますと、その輪の背後から、遠藤の異様に大きな唇が、ひょいと出てきそうにも思われるのです。 でも彼は最初計画したことだけはまず間違いなく実行しました節穴から薬瓶その中にはまだ数滴の毒液が残っていたのです薬瓶を放り落とすことその後の穴を塞ぐこと万一天井裏に何かの痕跡が残っていないか 懐中電灯を灯して調べることそしてもうこれで手落ちがないとわかると彼は大急ぎで胸着を伝い自分の部屋へ引き返しましたいよいよこれで済んだ頭も体も 妙に痺れて何かしら物忘れでもしているような不安な気持ちを強いて引き立てるようにして彼は押し入れの中で着物を着始めましたがその時ふと気がついたのは例の目測に使用した猿股の紐をどうかしたかということです ひょっとしたらあそこへ忘れてきたのではあるまいかそう思うと彼は慌ただしく腰の辺りを探ってみましたどうもないようです彼はますます慌てて体中を調べましたするとどうしてこんなことを忘れていたのでしょうそれはちゃんと シャツのポケットに入れてあったではありませんか。やれやれよかったとひと安心してポケットの中からそのひもと懐中電灯とを取り出そうとしますとはっと驚いたことにはその中にまだ他の品物が入っていたのです。毒薬の瓶の 小さなコルクの線が入っていたのです彼はさっき毒薬を垂らす時後で見失っては大変だと思ってその線をわざわざポケットへしまっておいたのですがそれをど忘れしてしまって 瓶だけ下へ落としてきたものと見えます。小さなものですけれど、このままにしておいては、犯罪発覚のもとです。彼は恐れる心を励まし、再び現状へ取って返し、それを、節穴から落としてこなければなりませんでした。 その夜、三郎が床に着いたのはもうその頃は用心のために押し入れで寝ることはやめていましたが午前3時頃でしたそれでも興奮しきった彼はなかなか寝つかれないのですあんな線を落とすのを忘れてくるほどでは他にも何か 手かかりがあったかもしれないそう思うと彼はもう気が気ではないのですそこで乱れた頭を強いて落ち着けるようにしてその晩の行動を順序を追って一つ一つ思い出してゆきどっかに手ぬかりがなかったかと調べてみましたが少なくとも彼の頭では 何事をも発見できないのです。彼の犯罪には、どう考えてみても、寸分の手落ちもないのです。彼はそうして、とうとう夜の明けるまで考え続けていましたが、やがて、早起きの私縮人たちが、洗面所へ通うために廊下を歩く足音が聞こえ出すと、つと立ち上がって、 いきなり外出の用意を始めるのでした彼は遠藤の死骸が発見される時を恐れていたのですその時どんな態度をとったらいいのでしょうひょっとしたら後になって疑われるような妙な挙動があっては大変ですそこで彼は その間外出しているのが一番安全だと考えたのですがしかし朝飯も食べないで外出するのは一層変ではないでしょうかああそうだっけ何をうっかりしているのだそこへ気がつくと彼はまたもや寝床の中へ潜り込むのでした それから朝飯までの二時間ばかりを三郎はどんなにビクビクして過ごしたことでしょうか幸いにも彼が大急ぎで食事を済ませて下宿屋を逃げ出すまでは何事も起こらないで済みましたそうして下宿を出ると彼はどこというあてもなく ただ時間を過ごすために町から町へとさまよい歩くのでした結局彼の計画は見事に成功しました彼がお昼頃から帰った時にはもう遠藤の死骸は取り片付けられ 警察からの臨県もすっかり済んでいましたが聞けば案の定誰一人遠藤の自殺を疑うものはなくその筋の人たちもただ形ばかりの取り調べをするとじきに帰ってしまったということでしたただ遠藤がなぜに自殺したかというその原因は 少しもわかりませんでしたが彼の日頃の素行から想像して多分地上の結果であろうということにみんなの意見が一致しました現に最近ある女に失恋していたというような事実まで現れてきたのです何失恋した失恋したというのは 彼ののような男にとっては一種の口癖みたいなもので大した意味があるわけではないのですが他に原因がないので結局それに決まったわけでしたのみならず原因があってもなくても彼の自殺したことは一点の疑いもないのでした入り口も窓も内部から戸締まりがしてあったのですし 毒薬の容器が枕元に転がっていてそれが彼の所持品であったことも分かっているのですからもう何と疑ってみようもないのです天井から毒薬を垂らしたのではないかなどとそんなバカバカしい疑いを起こす者は誰もありませんでしたそれでも なんだかまだ安心しきれないような気がして三郎はその日一日ビクビクのでいましたがやがて一日二日とたつにしたがって彼はだんだん落ち着いてきたばかりか果ては自分の手際を得意がる余裕さえ生じましたどんなものだ さすがは俺だな。見ろ。誰一人ここに。同じ下宿屋の一軒に恐ろしい殺人犯人がいることを気づかないではないか。彼はこの調子では世間にどれくらい隠れた処罰されない犯罪があるか知れたものではないと思うのでした。天網かい楚にして漏らさず。 なんてあれはきっと昔からの為政者たちの宣伝にすぎないのであるいは人民どもの迷信にすぎないのでその実は巧妙にやりさえすればどんな犯罪だって永久に現れないで済んでゆくのだ彼はそんなふうにも考えるのでしたもっとも さすがに夜などは遠藤の死に顔が目先にちらつくような気がしてなんとなく気味が悪くその夜以来彼は例の屋根裏の散歩も中止している始末でしたがそれはただ心の中の問題でやがては忘れてしまうことです実際罪が発覚さえせねば もうそれで十分ではありませんかさて遠藤が死んでからちょうど三日目のことでした三郎が今夕飯を済ませて小用うを使いながら鼻歌なんか歌っているところへひょっこりと久しぶりに 明智小五郎が訪ねてきました「やあご無沙汰」彼らはさも心安げにこんなふうな挨拶を取り交わしたことですが三郎の方では折が折なのでこの素人探偵の来訪を少々気味悪く思わないではいられませんでした。 この下宿で毒を飲んで死んだ人があるっていうじゃないか明智は座につくと早速その三郎の避けたがっている事柄を話題にするのでしたおそらく彼は誰かから自殺者の話を聞いて幸い同じ下宿に三郎がいるので持ち前の探偵的興味から たねね、てきたのにそうあああ、りませんああ。モルヒネで、ね、僕はちょうどその騒ぎの時に居合わせなかったから詳しいことはわからないけれどどうも地上の結果らしいのだ三郎はその話題を避けたがっていることを悟られまいと彼自身も それに興味を持っているような顔をしてこう答えました「いったいどんな男なんだい?」するとすぐまた明智が尋ねるのですそれからしばらくの間彼らは遠藤の人となりについて死因について自殺の方法について問答を続けました 三郎は初めのうちこそびくびくもので明智の問いに答えていましたが慣れてくるに従ってだんだん横着になり果ては明智をからかってやりたいような気持ちにさえなるのでした「君はどう思うねひょっとしたらこれは他殺じゃあるまいか」。 何別に根拠があるわけじゃないけれど自殺に相違いないと信じていたのが実は他殺だったりすることがおおあるものだからねどうださすがの名探偵もこればっかりはわかるまいと心の中であざけりながら三郎はこんなことまで言ってみるのでしたそれが。 彼には愉快でたまらないのです。そりゃあ、なんとも言えないね。僕も実は、ある友達からこの話を聞いたときに、死因が少し曖昧だという気がしたのだよ。どうだろう、その遠藤君の部屋を見るわけにはいくまいか ないよ。三郎はむしろと特くと,くとして答えました隣の部屋に遠藤の同郷の友達がいてねそれが遠藤の親父から荷物の保管を頼まれているんだ君のことを話せばきっと喜んでみせてくれるよそれから二人は 遠藤の部屋へ行ってみることになりましたその時廊下を先頭になって歩きながら三郎はふと妙な感じに打たれたことです犯人自身が探偵をその殺人の現場へ案内するなんてこう近来ないこったろうな ニヤニヤと笑いそうになるのを彼はやっとのことでこらえました三郎は生涯の中でおそらくこの時ほど得意を感じたことはありますまいよ親玉自分自身にそんな掛け声でもしてやりたいほど水際だった悪党ぶりでした 遠藤の友達、それは北村といって遠藤が失恋をしていたという証言をした男です遠藤の友達は明智の名前をよく知っていて快く遠藤の部屋を開けてくれました遠藤の父親が国元から出てきて狩り葬を済ませたのが やっと今日の午後のことで部屋の中には彼の持ち物がまだ荷造りもせず置いてあるのです遠藤の返死が発見されたのは北村が会社へ出勤したあとだったよしで発見の刹那のありさまはよく知らないようでしたが人から聞いたことなどを統合して 彼はかなり詳しく説明してくれました三郎もそれについてさも局外者らしくべらべらとうわさ話などを述べたてるのでした明智は二人の説明を聞きながらいかにも玄人らしい目配りで部屋の中をあちらこちらと見回していましたがふと 机の上に置いてあっためざまし時計に気づくと何を思ったのか長い間それを眺めているのですたぶんそのちんきな装飾が彼の目を引いたのかもしれませんこれはめざまし時計ですね そうですよ。北村は多弁に答えるのです遠藤の自慢の品ですあれは几帳面な男でしてね朝の6時になるように毎晩欠かさずこれを巻いておくのです私なんかいつも隣の部屋のベルの音で 目を覚ましていたくらいです遠藤の死んだ日だってそうですよあの朝もやっぱりこれが鳴っていましたのでまさかあんなことが起こっていようとは想像もしなかったのですよそれを聞くと明智は長く伸ばした頭の毛を 指でもじゃもじゃかき回しながら何か非常に熱心な様子を示しましたその朝目覚ましが鳴ったことは間違いないでしょうねええそれは間違いありませんあなたはそのことを警察の人におっしゃいませんでしたかいいえ でも、なぜそんなことをお聞きなさるのですなぜって、妙じゃありませんかその晩に自殺しようと決心したものが、明日の朝の目覚ましを巻いておくというのは、なるほど。そういえば、変ですね。 北村はうかつにも今までこの点に気づかないでいたらしいのですそして明智の言うことが何を意味するかもまだはっきり飲み込めない様子でしたがそれも決して無理ではありません入り口の戸締まりのしてあったこと毒薬の容器が死人の側に落ちていたこと そのほかすべての事情が遠藤の自殺を疑いないものに見せていたのですからしかしこの問答を聞いた三郎はまるで足元の地盤が不意に崩れ始めたような驚きを感じましたそしてなぜ こんなところへ明智を連れてきたのだろうと自分の愚かさを悔やまないではいられませんでした明智はそれから一層の綿密さで部屋の中を調べ始めました無論天井も見逃すはずはありません彼は 天井板を一枚一枚叩き試みて人間の出入りした形跡がないかを調べ回ったのですが三郎の安堵したことにはさすがの明智も節穴から毒薬を垂らしてそこをまたもともとり蓋しておくという荒手には気づかなかったと見えて 天井板が一枚も剥がれていないことを確かめるともうそれ以上の詮索はしませんでしたさて結局その日は別段の発見もなく済みました明智は遠藤の部屋を見てしまうとまた三郎のところへ戻って しばらく雑談を取り交わした後何事もなく帰っていったのですただ雑談の間に次のような問答のあったことを書き漏らすわけにはいきませんなぜといってこれは一見ごくつまらないように見えてその実このお話の結末に最も重大な関係を 持っているのですからその時明智はたもとから取り出したエアシップに火をつけながらふと気がついたようにこんなことを言ったのです「君はさっきからちっともたばこを吸わないようだがよしたのかい?」そう言われてみますと なるほど三郎はこの二三日あれほど大好物のタバコをまるで忘れてしまったように一度も吸っていないのでしたおかしいねすっかり忘れていたんだよそれに君がそうして吸っていてもちっとも欲しくならないんだいつから 考えてみるともう二、三日吸わないようだあ、そうだここにある敷島を買ったのがあ確か日曜日だったからもう丸三日の間一本も吸わないわけだよ一体どうしたんだろうじゃあ ちょうど遠藤くんが「死んだ日からだね」それを聞くと三郎は思わずハッとしましたしかしまさか遠藤の死と彼がタバコを吸わないこととの間に因果関係があろうとも思われませんのでその場はただ笑って済ませたことですがあとになって考えてみますと それは決して笑い話にするような無意味な事柄ではなかったのですそしてこの三郎のタバコ嫌いは不思議なことにその後いつまでも続きました三郎はその当座 例の目覚まし時計のことがなんとなく気になって夜もおちおち眠れないのでしたたとえ遠藤が自殺したのではないということが分かっても彼がその下手人だと疑われるような証拠は一つもないはずですからそんなに心配しなくてもよさそうなものですがでもそれを知っているのがあの明智だと思うと なかなか安心はできないのですところがそれから半月ばかりは何事もなく過ぎ去ってしまいました心配していた明智もその後一度もやってこないのですやれやれ これでいよいよ大断円かそこで三郎はついに気を許すようになりましたそして時々恐ろしい夢に悩まされることはあっても大体において愉快な日々を送ることができたのですことに彼を喜ばせたのはあの殺人罪を犯して以来というもの これまで少しも興味を感じなかったいろいろな遊びが不思議と面白くなってきたことですそれゆえこの頃では毎日のように彼は家を外にして遊び回っているのでした ある日のこと。三郎はその日も外で夜をふかして10時ごろにうちへ帰ったのですがさて寝ることにして布団を出すように何気なくすーっと押し入れの襖を開いた時でしたあ<っ>彼はいきなり恐ろしい是正をあげて 二歩後へよろめきました。彼は夢でも見ていたのでしょうかそれとも気でも狂ったのではありませんかそこには押し入れの中にはあの死んだ遠藤の首が髪の毛を振り乱して薄暗い天井から逆さまにぶら下がっていたのです。 三郎は一旦逃げ出そうとして入り口のところまで行きましたが何か他のものを見間違えたのではないかというようなそんな気もするものですから恐る恐る引き返してもう一度そっと押し入れの中を覗いてみますとどうして見違いではなかったばかりか。 今度はその首はいきなりにっこりと笑ったではありませんか三郎は再びあっと叫んでひととびに入り口のところまで行って障子を開けるとにわに外へ逃げ出そうとしました「郷田君郷田君 それを見ると押し入れの中ではしきりに三郎の名前を呼び始めるのです「僕だよ僕だよ逃げなくってもいいよ」それは遠藤の声ではなくてどうやら聞き覚えのある他の人の声だったものですから三郎はやっと逃げるのを踏みとどまって こわごわご振り返ってみますと「湿気湿気」そう言いながら以前よく三郎自身がしたように押し入れの天井から降りてきたのは意外にもあの明智小五郎でした驚かせてすまなかった押し入れから出た洋服姿の明智が ニコニコしながら言うのです。ちょっと君の真似をしてみたのだよ。それは実に幽霊なぞよりはもっと現実的ないっそ恐ろしい事実でした。明智はきっと何もかも悟ってしまったのに相違ありません。その時の三郎の心持ちは 実に何とも形容のできないものでしたあらゆる事柄が頭の中で風車のように先天していっそ何も思うことがない時と同じようにただぼんやりとして明智の顔を見つめているほかはないのです早速だがこれは。 君のシャツのボタンだろうね明智はいかにも事務的な調子で始めました手には小さな貝ボタンを持ってそれを三郎の目の前に突き出しながら他の下宿人たちも調べてみたけれども誰もこんなボタンをなくしているものはないのだ ああ、そのシャツだね。そら、二番目のボタンが取れているじゃないか。ハットを持って胸を見ると、なるほどボタンが一つ取れています。サブローは、それがいつ取れたのやら、少しも気がつかないでいたのです。形も同じだし、間違いないね。 ところでこのボタンをどこで拾ったと思う天井裏なんだよそれもあの遠藤くんの部屋の上でだよそれにしても三郎はどうしてボタン謎を落として気づかないでいたのでしょうそれにあの時懐中電灯で 十分調べたはずではありませんか君が殺したのではないかね遠藤君は明智は無邪気にニコニコしながらそれがこの場合一層気味悪く感じられるのです三郎のやり場に困った目の中を のぞき込んでとどめをさすように言うのでした三郎はもうだめだと思いましたたとえ明智がどんな巧みな推理を組み立ててこようともただ推理だけであったらいくらでも勾弁の余地がありますけれども予期しない証拠物を突きつけられてはどうすることもできません 三郎は今にも泣き出そうとする子供のような表情でいつまでもいつまでも黙りこくって突っ立っていました時々ぼんやりとかすんでくる目の前には妙なことに遠い遠い昔の例えば小学校時代の出来事などが。 幻のように浮き出してきたりするのでしたそれから二時間ばかりあと彼らはやっぱり元のままの状態でその長い間ほとんど姿勢さえも崩さず三郎の部屋で相いたいしていましたありがとう よく本当のことを打ち明けてくれた最後に明智が言うのでした僕は決して君のことを警察へ訴えなぞはしないよただね僕の判断が当たっているかどうかそれが確かめたかったのだ君も知っている通り 僕の興味はただ事実を知るという点にあるのでそれ以上のことは実はどうでもいいのだそれにねこの犯罪には一つも証拠というものがないのだよシャツのボタンはは <laughs> あれは僕のトリックさ何か証拠品がなくては 君が承知しまいと思ってね。この前君を訪ねたとき、その二番目のボタンが取れていることに気づいたものだから、ちょっと利用してみたのさ。何これは僕がボタン屋へ行って仕入れてきたのだよ。ボタンがいつ取れたというなんてことは、誰しもあんまり気づかないことだし、それに、 君は興奮している際だから多分うまくいくだろうと思ってね僕が遠藤君の自殺を疑い出したのは君も知っているようにあの目覚まし時計からだあれからこの管轄の警察署長を訪ねて ここへ臨検した一人の刑事から、詳しく当時の模様を聞くことができたが、その話によると、モルヒネの瓶が、タバコの箱の中に転がっていて、中身が巻きタバコにこぼれかかっていたというのだ。警察の人たちは、これに別段注意を払わなかったようだが、考えてみれば妙な話だ。 聞けば遠藤は非常に几帳面な男だと言うしちゃんと床に入って死ぬ用意までしているものが毒薬の瓶をタバコの箱の中へ置くさえあるにしかも中身をこぼすというのはなんとなく不自然ではないかそこで僕は ますます疑いを深くしたわけだがふと気づいたのは君の遠藤の死んだ日からタバコを吸わなくなっていることだこの二つの事柄は偶然の一致にしては少し妙ではあるまいかすると僕は君が以前犯罪の真似事などをして 喜んでいたことを思い出した君には変態的な犯罪思考癖があったのだ僕はあれからたびたびこの下宿へ来て君に知れないように遠藤の部屋を調べていたのだよそして犯人の通路は天井のほかにないということが分かったものだから 君のいわゆる屋根裏の散歩によって思祝人たちの様子を探ることにした。ことに君の部屋の上ではたびたび長い間うずくまっていた。そして君のあのイライラした様子をすっかりのぞき見してしまったのだよ。 探れば探るほどすべての事情が君に指さしているだが残念なことには確証というものが一つもないのだそこでね僕はあんなお芝居を考え出したのだよ<笑><笑> じゃあ、これで失敬するよ。多分、もうお目にかかれまい。なぜって、そら、君はちゃんと自首する決心をしているのだからね。三郎は、この明智のトリックに対しても、もはや、 何の感情も起こらないのでした。彼は明智の立ち去るのも知らず顔に死刑にされる時の気持ちは一体どんなものだろう。ただそんなことをぼんやりと考え込んでいるのでした。 彼は毒薬の瓶を節穴から落としたときそれがどこへ落ちたのかを見なかったように思っていましたけれどその実は巻き草に毒薬のこぼれたことまでちゃんと見ていたのですそしてそれが意識下に押し込められて精神的に彼を 煙草嫌いにさせてしまったのでした屋根裏の散歩者 江戸川乱歩朗読は森宝でした